はい、えー、皆さんこんばんは。えー、今日は10月の5日水曜日ですね、えー。時刻は21時55分になります、はい。今日もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。えーまあ、あのこのチャンネルはですね、結構こう真っ黒の画面でね、映像なしで、えー、音声だけということが多々あります。はい、ですので、まああの、聞いていただける方はですね、えー、ぜひまああのリラックスした形で まああのー、別にその画面見ることなくですね、はい、あのー、まあ、聞いて、まあ、ラジオを聞くような感覚でね、聞いていただけたらと思います。はい。えー、ただね、えー、結構私の喋ることって、あのー、マニアックなことが、うん、非常にこう、多いんで、はい、あのー、まあ、チャンネルもですね、おかげさまで、えー、ついにあの、300人、320何人だったかな、はい、になりまして、まあ、あの、今後もですね、まあ、こういう一眼動画系とか、まあ、ジンバルとかですね、 はい、そういった関係の発信をしていきたいと、えー、思っております。はいでえー、今日の、えー、話なんですけども、えー、ここ最近ね、えー、ジンバルの設定っていうのにまた真、ま、正面からこう向き合うようになってきまして、うんそ,うでまあ、そういった話踏まえて、まあ、ジンバルについてのね、えー、とかね、まあ、動画についての話をできたらいいかなというふうに思います。 はいえー、ジンバルなんですけども、まあ、ここ最近でいうと、まあ、例えばそのばんさんとコラボというか、あショートフィルム的な、ね、ものを撮影させていただいて、まあ、その時のまのセッティングだったりとか、あと、えー、この、えー、先週末にですねあの大阪に行ってきたんですよ、うん、大阪の、ねえー、2箇所、まあ、駅で、えーじまあ、あの電車でね。 えー、一か所、二か所ってこう行ってきたんですけど、まあ、行ったのは車ですけどもね、はいえーまあ、そこでね、撮影をしたときの、まあ、ジンバルのオペレーションだったりとか、うん、そこでね、こうやっぱりいろいろ思うことがありました。えー、それっていうのは、うん、なんだろうな、その私、あの SEL の SEL の18から1 0 5ミリのズームレンズ。 これを、まあ、あの結構ね、頻繁に使っているんですよ。はい、で、その、まあ、使っている中で思うのは、テレ側、あの望遠側ね、にしたときに、まあ、クローズアップずっとしていくとですねあの、まあ、ちょっとしたね、ブレっていうのを、まあ、やっぱ拾ってしまいがちになると。うん、ここは、まああの、皆さん想像つきますよね、はいで。それだけじゃなくてですね、あのジンバルの設定、まあ、不良によるドリフト。 ドリフトってね、うんまあ、例えばそのよう軸が左から右へずーっとゆっくりゆっくりじわじわ動いていくとか、うん、だから、まあ、ジンバルを三脚みたいな感じで手持ちで人間固定であの、まあ、撮影する時にですねどうしてもねあのなにピタッと止まってくれないことがあるんですよ。うんね、えそういうのがあって、まあ、あの前回の現場でもまあそういうことがありまして。 うん、それがねあの非常にこう気になっておりまして、まあ、ここ最近まあそれをまあなんやかんやということで、まあ、いろんなね複合要因があったんですけども、まあ、そういうのを改善、はい、していってる最中です。とかですねあと、うん、これはね、まあ、歩いたり走ったりとかすると分かるんですけども加速もしくは減速あの加減速した時に 映像がこう上にグーッと上がったりとか横歩きしてるときはあのこう右肩が上がったりとかですね水面がねうんまああの水平線がこう傾いたりとかいろんなねそういう動きがあるわけですようんまあ加速センサーとかあのあたりが多分ね影響してると思うんですけどもうんその辺の設定についてもいろいろ改善項目があったりとかしてまあなかなかね細かいところなんであのしかもこう複合要因なんでまあこういったあの まあ、トーク内容とかで、まあ、細かいところを言っていくのはちょっと難しいんですが、はい、あのその辺をですねあの、まあ、改善しつつあります。うん、やればやっただけ、まあ、ちょっとしたこう気づきがあったりとかして、うん、非常にねあの楽しいですねこのジンバルを、うん、調整して、まあ、現場で操るっていうね、うん、なんかねこう映像のさらなる可能性を感じますね まあそんな話をですね、今日もツイッターでね、いくつかつぶやかしてもらったんですけども,も、私の持っている SEL の18から 105mm のレンズ、これの一番望遠側の 105mm プラスジンバル、ここにちょっとね、可能性を感じてます。先日も大阪行った時にですね、巨大な建造物とかですね、そういったものって、 1、まあ、0 5ミリとか望遠でこうガーッとこうクローズアップしてでなおかつそれで歩き撮りをするとですねなんかねその建造物がなんかこうぐにゃーっとこう動いて、うん、非常になんかこう映像ならではのなんかこう記録方法かなっていうふうに思ってですね、まあ、その望遠側での、うん、ジンバルの安定運用っていうのを結構意識して、えー、ここ最近取り組んでます。 はい、目標としてはやっぱり、まあ、手持ち手持ちジンバルで、えー、ピタッとこう望遠側に振ってもドリフトせずに安定して、まあ、三脚いらずみたいなね、うん、感じになってくれたらよより、まあ、機動力が高まるかなっていうふううふに思うんですよ、うん、例えば夜店、まあ、縁日とかね、まあ、要はあの三脚がこう立てられないような街中かとか、うん、いろんなこう場面がやっぱある中で。うん 手持ちで、まあ、三,脚三脚と同等まではいかないけどそれにかなりこう近いようなクオリティー、うん、っていうのが得られるんだったら、うん、本当にね撮影の幅が、うん、広がると思いますし、まあ、三脚の足の、ね、長さを変えてる、まあえー、最中にですね、うんまあ、シャッターチャンスを逃してしまうってことも、まあ、やっぱありえる話なんで、うん、ジンバルはその辺がやっぱりね、まあ、自由になってくれると。 いうのもあって、まあ、非常にねこうあの調整に明け暮れてるというか、うん、やればねやっただけ、まあ、いろんなこう、まあ、改善効果っていうのがあったりするんで面白いですねジンバルはね。と、はいはい、いうような感じですね。うん、そうでまあ,あの大阪で撮影した映像っていうのは、まあ、2台、うん、2テーマありまして、まあ、それはね、えー、またおいおい、えー、公開させていただきたいと思います。 なんかね、エンコードがずっとね止まってるんですよね今ねうんなんかのエラーなのかちょっと分かんないですけど一部ねモザイクを使ったんでね、うん調整うん、モザイクを使ったせいかな調整レイヤーなんかいくつか重ねたんでもう完全にストップして進捗バーが動かないですけどねうんはいあのまあとにかくねあのジンバル楽しいなっていうお話ですね うん、でまあ今日もねツイッターでちょっとつぶやいたんですけどもあのー、ジンバルで走るとかっていうのは非常に私まあ、えー、このジンバルの世界に入る前は憧れでうん、うん、なんかすごいなというふうに思ったわけですよ。はい、でアナログとかね、まあ、今のこういう電動のスタビにしてもですねやっぱりね、まあ、手持ちではなかなかこう得られないような。 うん、そういう移動映像が撮れるということに、まあ、憧れを抱いて、まあ、アナログのジンバル、うん、を、まあ、最初買ったんですけどね。うん、で、えー、今やですね、まあ、結構ねちょっと前まではその走ってブレのない映像を取得するということっていうのは何て言う,うかな非常にこう難易度が高くて、うん、要は設定ノウハウを、まあ、熟知していなくちゃいけない。 とかねうん、まあいろんなこうあの実践経験を積まなくちゃいけないとか、うん、そういうのがやっぱね、うん、非常にこう敷居が高かったわけですねうんなのでまあ,あのそういった沼に入り込む、うん、躊躇っていうのもありましたし、うん、えでもまあ私、まあ、先日、まあ、ちょっとレビュー、まあ、だいぶちょっと前になりますけどもあのアクションカメラね X3000 とパイイロットフライの、えー、アクション1この組み合わせだともう走っても全くぶれないんですよね。その変な微振動とかって、うん、もしあったとしてもジンバル的にあったとしてもカメラの空間光学テーブル補正が全部吸収するような感じなんで、うん、そう全く走っても平気なんですよ。うん、でそういうなんか今ことが本当簡単なね小型軽量な手持ち機材でできるような時代になったんで。 うん、ちょっとね何だろうまあ私もそうですし、まあ、ジンバルを多分愛してる方、うん、ジンバルをね、えー、どういうジンバルでどういう映像を撮ろうってねいろいろこう、まあ、日々考えてる方がいらっしゃるとしたら、うん、そこのアプローチっていうのを、うん、もうちょっとこう幅を広げていきたいなっていうふうに思うわけですよね。うん、そううんだろう、まあ、歩く走る うん、いやあの結構ね好きなんですよそういう歩いてる直線的に走ってるっていうね映像を鑑賞するのが好きなんですよ私はね、はい、好きなんだけどまあ、うん、もうちょっとなんかこうそれ以外の逃げ道っつったらちょっとまあ聞こえが悪いですけども私がやってるようなああいう、まあ、一眼カメラちょっとこうまあねスマホとかあのコンデジとかねアクションカメラに比べたらやっぱ重いじゃないですか、うん、ああいうものとまあそれ専用のそういう H2 みたいなジンバルですね うん、まあ重い機材でやってるからにはですね、うん、今までは、うん、いやこれ使ってるから走ってもぶれないんだよということが言えたんですけども今となってはねそういうのが出てきたんでそのオズモモバイルもしっかりですねスマホとかでねそういうの,のクオリティが結構簡単に取れるようになったんで、うん、ちょっと考えたいなっていうふうに思います、うん、そう。 よりなんかね、自由な、うん、カメラ表現、カメラワークというか、うん、を、うん、なんかこう、見出すことができないかなということですね。うん。で、まあ多分ね、そのスキルって、あの、決して無駄じゃないと思うんですよね。うん。あの、スライダー風に、まあ、ジンバルなんだけど、スライダー風にするとかね。うん。まあ、そういうなんか経験。あ、ここ、この今ね、こう、建物、うん。 建物がバーっとこう円形に向かってこう並んでる同じ建物が高同じ高さの建物がこうすごく遠近感こう、ね、よく、えー、ずわーっとこう並んでるとこれをスライダー的にね横移動で撮ったらすごくなんか、うん、あの面白いだろうなとかねなんかこう経験積むごとにあこのパターンだと、うん、こういう風に撮ると面白いだろうなってなんかこう見えてくるところがあって、うん、えそういうのはなんかね うんまあ、ジンバルとこう、まあ、日々向き合うことでちょっとずつ養っていきたいなとは思っています。はい、で、まあ、なおかつですね、まあ、アクションカムと比べるんであればとかね、まあ、スマホ専用のジンバルと比べるんであれば、まあ、やっぱまあ一眼のまあ,ああいうカメラっていうのはレンズ交換ができるんで要は焦点距離を変えられる、うん、とか、まあ、私が持ってるそのズームレンズ18105ですかね、うん、あれはまあズームでね うん、焦点距離、いわゆるその切り取る画角っていうのをまあ、えー、自在にあの変化することができるんで、うん、まあそういう意味ではよりなんかこう良い不定常性を取るまあ確率っていうのは上がるのかなっていう、えー、ことも思ってますね。うん、そう。まあそこはまあやっぱりあの手軽さ、うん、と引き換えに、うん、まああの一眼のそういう、えー、動画カメラっていうのが まあレンズとの組み合わせで、まあ、持ってるそういうまあ映像のこう多様性なんかなっていうふうに思いますねはいなのでまあどれが一番とかっていうことを言うつもりはないんですけども、まあ、せっかく今ねお金をまあ高い金出してこうね α6300 とかもね買いましたよ、うん、それをまあより、うん、よりなんかこう深く知る、うん、いやいろいろねこうほら新しいね製品の情報とか、うん、やっぱりまあそういう なんだろう心揺れ動くようなえまあいろんな情報というのがネット上でこう飛び交わってはいるんですけどもうんまあいつかはねまあそういう機種は変更するとは思うんですがうんまあそうやすやすとね飛びつくっていうのはちょっとこう冷静にねうん客観視した方がいいかなと。果たして α6300、うんまあ、っていうのを、まあ、違う A っていうカメラに変えた時に本当に YouTube アップした時に何かが変わるのかなっていうことに立ち戻れば多分、うんまあ、そうそう変わないのかなって思うんですよ。うん、おそらく欲しいっていう衝動は多分だけど、まあ、その物欲が大半なんですよね。うん、その新製,新製品をまあ自分のものにしたい、ねうん、手にしたいと。 いいううう物欲がもう8割9割じゃないでですすかね、うん、だと思うんですよ、まあ、特に私みたいなアルファ6300みたいなね、まあ、新しいカメラですよ、うん、そういうのを持ってる立場からしたら、うんまあ、本来だったらもう々、うん、まあ今はね、うん、何かを買い替えるとか、うん、っていう時期ではないと、うん、今そういうことをですねちょっと自分に聞かせなあかんかなと、うん、いう、まあ、感じです。 はいうん、でまあそのァ、まあ、6 3 0 0なり、まあ、そういう一眼のね、まあ、ミラーレスのカメラで動画を撮ってますが、うんまあ、それはあのー、やっぱりまあスマホとか、えー、アクションカムとか、うん、ああいう、まあえー、小型軽量お手軽系、うん、お手軽なんだけど、まああのー、非常にこうスタビライズされた、うん、安定した映像クオリティと。 うん、いうことです、ねうん、まあそことの差別化ということで、うん、やっぱりまあ、あのー、そういう重い機材を H2 とか α6300 とかを乗っけてる以上ですねなんかこう、うん、いいものを生み出したいなというなんかこう想像を巡らせてる方がどっちかっていうと新製品の情報を漁ってあだこうだっていうよりは楽しいですね今は。いやその逆の逆時もあるんですよ、うん いやもううんもう,う α6300 もしくはその H2 の機能の限界大体もう見えてきたなと、うん、もうなんか面白くないし目新しさもないからなんか目新しい機材ないかなっていうねうんことでいろいろこう新製品情報を物色するという、うん、そういう衝動に駆られる時も当然ね僕いっぱいありますうんそうそううん それはそれでよしなんだけどやっぱねその資金が絶対持たないしうんそうまあそこもまああの現実ですしなんだろうなやっぱなんかうん本来あるべき楽しみっていうのはアルファ6300買ってからもう半年とか経つんかなうんそうそうなんかね A2 もね うん最初にこうお披露目してからも結構まあ半年ぐらいのレベルでこう立ってますけどもうん今僕的にはねいまだにこう新鮮なんですよねうんそう機材のその1台のカメラ1台のジンバルまとか五つ,つ私 α7SII とか持ってますけどうんそうなんかねいや今更また6300っていうそんな気持ち全然なくて すごいなんか新鮮なんですよね。うん、そうあのね天体写真とかで結構ねそれが当たり前で同じ望遠鏡をねもう5年6年いや7年もっとですかね、うん、ずっと使ったわけですよ。うん、カメラも同様ね。うん、でそう民生というかそう普通の一般のこういう、まあ、スチール写真も含めてなんでしょうけど動画のやつになるとねやっぱね何が違うって。 あの天体機材っていうのはそんなね開発サイクルボンボン出さないんですよ新製品っていうのを、うん、だからみんなのその購入する機材を購入するっていうのは非常にサイクルがねあのスローなんですよね、うん、スローペースなんですよ、うん、まあどうだろう34年ぐらい経ったしそろそろ1個新しい望遠鏡を、うん、ちょっとこうリプレイスしようかなとかそんな感じなんですよね皆さんうん で、対して、この一眼のミラーレスとか、このレンズとかも含めてね、まあ、ジンバルもそうですよね。うん。いや開発のサイクルめっちゃ早いですよね。あの、ドローンでもね、ここ最近、いろんなまあドローンと地上用のジンバルも兼ね備えたような、そういうのが出てきたりとか、目新しいものがどんどん出てきてますね。うん、スマホ用のジンバルもしっかり、アクションカム用のジンバルもそうですし。 うんでまあ、あのジャンルも増えてきたジャンル増えるのはね非常にこういいことであれなんですけどなんだろうなあ例えば、まあ、アルファ6300が6500になったりとかね、うん、そのスパンがもう本当ね早くポンポンくるんで、うん、天体写真やった時はそんなにねポンポン買い物してなかったし次の新製品どうかなってこうね23ヶ月レベルぐらいであこれ欲しいじゃあこれいこうかとかねいう感じになって。 手はいなかかったからね天体写真の分野ではねだから結局なんだろうなエンドユーザーというかその消費者まあユーザーっていうのは開発のスパンサイクルもしくはその新製,品新製品発表のサイクルこのサイクルと同じようになんかこう回っていくいわゆるその悪い方すると そういうなんか活動うん購買うんそう性能を試す、うん、とかねいやもう欲しいなってこうカタログをにらめっこする期間これも楽しい、うん、なんかねそのサイクルってなんか時にね結構邪魔なんですよね冷静に見た場合ね。 冷静に見たのが結構邪魔なんですよお金もすごいマイナス要因ですしなんだろうそこに結構頭とか心が持ってかれるんで本来やるべき写真活動、うん、だからねよっぽどまあ我に返ってみるとそのジンバルのねあの何ドリフトがどうのこうのでってこうマニアックなこと言ってるように思えるんだけどそっちの方がもう本来あるべき姿なんですよね多分ね。 うん、写真だってその方がぶどまりが上がるしとか、まあ、要はあ撮影のことを考えてるわけですよ。うん、撮影していかにいいものを撮るまあ土だったらいい写真を撮る、うん、ファインプリントを得る、うんうん、いい映像作品を撮りたいとかね、うん、そこになんかこう直結するようなものなんですよね。うん でまあ強引に結びつければその新製品のなんやかんやっていうのも確かにアウトトプットに寄与しなくはないですよ、うん、しなくはないんだけどそうだなその、まあ、例えば iPhone の6が7になった7が8になったとか、うん、その1個グレードアップもしくは、うん、他社の、まあ、違うまあ新製品に目移りしたとかねその辺の違いって結構ねもうどんぐりの性比べみたいなもんで。うん そう多分ね未来の人間が見たらね5年後とか10年後の、まあ、人間からしたら本当、うん、どんぐりの性比べで、ね、その2016年2017年あたりでジンバルポンポン出たよねって今思えばねあの時 ABC っていろいろ出たけどまあ今のレベルで見たらもうどんぐりの性比べだよねって。うん、だけど俺らは うん、その2016年17年あたり、うん、なんかこう踊らされていろいろこうあれやこれや全部買っちゃったよと、うん、いう感じですよねいやもうその5年後の未来の人間から見たらね未来の自分から見たらね、うん、だから、まあ、あの決してその新製品に踊ってる人たちをどうのこうの言うつもりはないんですけども私はそのまあ何金銭的にその、まあまあ、自分の身分にね ふさわしくないっていうふうに思ってるんで、そういう活動がね。そういうサイクルがね。うんだから、なおさらうんまあ今できる。最大まあ予算少なく最大限の幸せってなんかなって思った時にやっぱり写真活動。うんに今没頭するしかないのかなと。今ある。もう半年前に手に入れたうん。もう今やね。うん、アルファ6300です。って言ったところで。 へーっていう感じじゃないですか。その YouTube 的にはね。YouTube とかまあそういう発信媒体的にはね。うん、だけど、まあそれで、うん、まあどんどんなんかそれを使っていく、使いこなしていく、深めていく期間に入ったのかなと、うん、いう感じですかね、うん。まあそれはね、今日私がまあ感じたことであって、今日というか、まあここ最近感じたことであって、本当ね、 あのそう思ってるうちにまあ言っときたいなぐらいの程度ですよ。うん、どういうことかっていうと私もね、まあ、これ言ったからっつってね、うん、1ヶ月後2ヶ月後どうなってるか分かんないし、うん、ただ、まあ、こういう気持ちがね、うんまあ、道具をまあずっとこう向き合っていくっていう気持ちが、まあ、今あるんであれば、まあ、それはこうちゃんと言っておきたいなと、うん、刻んでおきたいなと音声としてねはい、うん、思いますね。はい いやーやっぱねうんそっちに専念した方がねうん,なんかいろいろとやっぱりいいもんができる気がしてならないですねうんそうなんかねまあ SNS でこう非常にこう情報がね溢れてるんで頭でっかちになっちゃうんでしょうねうんそうそのまあスペックのね うんまあ、100っていう数字がまあ200になったとかね技術革新で100っていうその性能が1,000になったとかね、うん、そこでものすごいこう、まあ、やっぱり脳内でいろんなことをこうやっぱ期待して、うん、そうそう喜ぶわけですよ。うん、で手に入れたいっていうふうにこうね自己暗示にこうかかってしまうんですけどもなるべく。 そういうなんかまあ,あの写真活動にとってもしくはまあ自分のそういうね、うんまあ、お金とかそういったことを含めて、うん、そういう観点で言うと、まあ、負のサイクル、うん、からはちょっと脱却したところにいたいなという気持ちがちょっとあります。はい、で、えー、できれば、うん、そうだね、うん、まあかといってねこの YouTube って結構エン,エンタメ性が強いというか やっぱまあ面白いことを、うん、とかね、まあ、耳寄り情報とかそういう新,新,、うん、新製品情報とかねそういうのもやっぱ同時に発信してはいきたいと思ってるんで、うん、その活動っていうのはベースにしながら、うん、まあちょっと第三者的視点で第三者的、えー、視点で、うん、そういうあなんか新製品が出るみたいですねって。 うん、僕は買わないけどねでもなんかすごくいいですね、うん、こういうとこいいですねってもっとなんかソニーも頑張ってほしいねとかね、うん、そういう感じでなんか、うん、やり合えたら楽しいかなって思います、うん、そう好きなんですよね結構そういう新しいものの、えー、こういう話をするのはね、うん、ただ、うん、僕がじゃあそれで面白いって言ってじゃあすごいって言って 買うっていう行動に至っちゃ絶対ダメだなって。まあちょっと自分に釘を刺しておこうかなと思ってます。はい、うん、お金的にもですし。いや、そんなことやる前にアルファ6300使いこなしたのって全然使いこなせてないじゃん。って僕今今でも思います。その h2 でも結構全然。いや。そんな当たり前のことじゃんってね。あのヤンハーさんって、あのパイロットフライのえまあ社長さんというかね。うん。 ととと会話してるるる言われることがあるんですよそんなこと全然知らなかったですっていうのね、うん、そう前に言ったよねって言われるんですよそそうそうだからね、うん、アルファ6300にしろ、うんまあ、その映像の撮り方にしろ、うん、H2 のねジンバルの使い方にしろ知らないことだらけなんで,で現場でも本当ねもう頭テンパっちゃってねうんそうこの間大阪行った時にねいつもなんですけどねうん 組み立て現場でああなるほどこんな感じだねって、うん、じゃあもうテーマこういう風だなってもうこのテーマでいこうって尺はどれくらいでって、うん、音楽もう時に決めてあるからいいよねって、うん、こういう感じでこう切り取っていこうって、うん、あここでなんかこう人の、まあ、ポスターでも何でもいいからなんか一つこうオブジェが欲しいねって止めた絵が欲しいねとあちょっと引いた絵が欲しいねって、うん、で引いた絵でこう静止画、まあ、あ固定映像ばっかりだから、うん、今度はちょっとこう移動映像で歩いてみよう走ってみようとかね。 冷静に考えられないでですよね現場でうんそうだから機材の調整もしっかり、うん、現場でのこう、うん、アプローチもしっかり、うん、そうなんかね、うん、いや新しい機材買ってる場合じゃないでしょってまだやることいっぱいあるじゃんってうん全然使いこなせてないよねってうんいうことをちょっと肝に銘じようかなって思ってますうん。 そうじゃないとねほんとねお金が持たない、うん、もうここに尽きる、うん、だからね、うん、そうお金なんかもうほんとあれですよ α7S2 もどのタイミングで売却ってなんかねそういうこと考えちゃったりとか、うん、するんで、うん、いやまあねほんと切実な問題ですよねそこはね うんまあ、皆さんねあのやっぱりほらあのこういう機材系っていうのはまあ非常にこう高額なんでそれぞれねやりくりされてると思うんで、うんまあ、これって決めた機材とね、うん、ずっとこうやっていくようなつもりで、うん、そうそう、うんまあ、全てが全てそうあのクリーンっていうかき、まあ、綺麗にはいかないですけどね、うん、やっぱなんかこういろいろ寄り道したりとかするんですけど、まあ、そういうもんだとは思うんですけども趣味ってね。うん ただまあちょっと本質の部分は見,見失いたくないなっていうところ、うん、なんかこういろんな企業にこう踊らされたあげくいや俺なんか10年間やってきて本当に上手くなったのかなって、うん、なんかこう漠然とねいやまあでも楽しかったからいいやって、うん、なんかそれがもしいやまあそれでもありだとは思うんですけどね人,人生ねえのこう一つの退屈しのぎとしてね退屈な人生のなんかこう、うんうん、暇つぶしとしてはいいと思うんですけども うん、だけど事前にそういう未来が予言できてるんであればそういう自分がいるって分かってるんであればいやそれ,それは嫌だよねって、うんうん、何も得られんかったね 1mm も成長しなかったむしろなんか、うん、劣化してったと、うん、そうそれが自分そういうなんか10年後の自分がこう見えてるんだったら、うん、だったらどうせなあかんのかなって、うん、いうことをちょっと考える時期かなと思ってます。うん そうだからまあ天体写真でもね結構ねうんそうなんか伸びようと思ったらうん結構マニアックでありねマニアックでありなんかみんながあんまり関心もねもういいよその話みたいなね。光軸調整例えばブログでね何月何日光軸調整その1トライその2とかね。 毎日毎日なんか公軸挑戦の話ばっかりでいやこの人のブログなんかマニアックでつまんないなとかねうんか結構なんかうんまあそういうもんなんかなってうんいうところがあると思うんですよねだからこのジンバルの話でもそうですねうんまたジンバルの話かとかって言うのもあるんでメインチャンネルとかって結構ほら あの日本語わからないようなあの結構ね私のチャンネルメインチャンネルね海外の方登録がここにすごく多くて20%いやなんかねもうあなんかあの分析すると出てくるじゃないですか日本人が何,何十パーとかね外国の方が多いんですよ比率がうんいや比率が多いって何で分かったかというとサブチャンネル立ち上げてから日本人が978%なんですよおめっちゃ日本人の純度高いなと、うん、思ってたんですよね うん、っていうか逆に言うと多分ねメインチャンネルの方がね結構外人の方いっぱい見てくれてるんだなっていうことを逆に思いましたはいなのでなんか、うん、こういうこういうなんかつぶやきとかうんあとなんかちょっとしたなんかあんまりこう情報価値の薄いようなまあでもなんか、うん、ちょいネタとかね、うん、そういうのなんかこうここで 発信していけるようなサブチャンネルだったらいいかなっていうふうに思いますね。うんそうまあ、特にね、あのまあ、トーク系、対談系とかね、うん、はもうほんとね、外国の方からしたらもう、何これっていう感じなんですよ。うん、そうだから、その辺があってね、うん、もう分けることにしました。うん、もう完全に。うん そう,いうわけでなんか正解だったなっていうふうふに思ってます、ね、多分あの,あのねその例えばそのチャンネル登録者数とか再生回数とかそういうことを打算的に考えるんだったら多分登録者のより多いメインチャンネルの方で情報をまあ垂れ流していった方が日々ねうんいった方が多分なんか得なんですよいろんな意味で、うん、だけどなんかね嫌なんですよね、うん、ジンバルの話って ねえまあ例えば4,700人登録してくださる方が、まあ、どんだけ聞いてくれてか分かんないけど,どそのうちの何割必要としてる情報かなって考えた時に、うん、ちょっと本当なんかこれは別チャンネルにして、うん、もう少数でもこじんまりでも構わないから、うん、なんかこう継続的にやっていくような内容かなと、うん、そうなんか半年にいっぺんにジンバルの話とか うんまあ、ご無沙汰だなっていう感じでジンバルの話をするで普段ははんか全然また違う A とか B の話をすると、うん、そっちの方が多分ね、あのーまあ、一般受け的にはいいんでしょうねき,きっとねいろんなネタを出すっていう意味でね、うん、iPhone7 が出ましたねとかね、うん、そうなんかそういう、うん、ことやった方がいいと思うんですけど私すごくね思考がその趣味に関してねいやうん まあ,まあそうだね趣味に関してねなんかこう狭いんですよ、うん、狭いというか皆さんが皆さんがなんか広いって思うんですよ僕から見るとうんそうだけど僕が狭いんですよ、うん、で一眼動画っつったらもうずっと一眼動画のこと多分やってると思うで,で,で天体写真の時も多分言ってたんだけど天体写真やってる時はもう毎日天体写真のことばっかしか考えてなかったから うん、だからね、よく言ってましたね、僕が、うん、もう本当、なんていうんですか、英語で言うと、オール・オア・ナッシングっていう言葉がありますね。うん、いやもう本当、とことんやるか、もしやらなかったら、もう全く見向きもしなくなるみたいなね。さすがに天体写真はやめることはないですけども、今、頭の中で全然その天体写真ってこと考えてないんですよ。うん そういかになんかこうなんか映像をいい映像を撮るかとかそういうことを考えてるんですよ、うんうん、だからね今ね、まあ、こうやって暑いうちに頻度よくなんかこう投稿情報発信しようと思ったらやっぱりまああのー、なんだろう視聴者数とか、まあ、そういうのが少ないとしても、うんまあ、コアにまあなんか結構好きで聞いていただける方うん 少数それが少数であってもねうんに対してなんかこう語りかけるようなチャンネルであったらいいなっていうふうに、うん、思って、まあ、今こんな感じのね、うん、チャンネルを立ち上げましたはいえー、今日ねだらだらと雑談が長くなってしまいましたけどもあの何もあのいろんなこと言いましたけどあの悪意とか敵意とかそういうものは全くなくうんなんかねうん 今ね、すごく楽しいなと、そういうなんか地,地味でマニアックなことがね、うん、ということを思って、えー、お話をさせていただきました。はい。まあ皆さんね、こういうジンバル絡みの話とかね、あとね、画像処理とか、カラマネの話とか、そういうのをしだすとですね、もう出だしの5分ぐらいでもう寝ちゃうとかね、うん、そんな感じで、まあ最後のここの話までね、たどり着いていただいたかどうかちょっと分かんないんですけども、 はい、まあまたえー、懲りずにですね、えー、聞いていただけるとありがたいです。はい。ということで、えー、まあ、一気にね、えー、何分喋ったかな？ぶっ続けでうわ。36分喋った。はいえー、もし喋りました。はい、本日は以上となります、えー。また次回ご期待ください。ありがとうございました。おやすみなさい。